どうも皆さん、カイトです。イービルトゥナイトをご存知でしょうか。こちらは2021年10月14日に Steam でリリースされました。早速通常クリアまでプレイしたんですが、某 RPG 風レトロホラーアクションでしたね。前回ご紹介したビビエットの会社 DYA ゲームズが手掛けており、前作のホラーパズルが中心にアクション要素をかなり多く取り入れたのがこの作品。悪魔を吹っ飛ばしながら除霊するシルビアはなかなか面白かったです。今回はイービルトゥナイトとはおすすめポイント、気になるところを簡単に紹介させていただきます。またこの動画にはネタバレが含まれますのでご了承ください。では早速やっていきましょう。まずイービルトゥナイトってなんじゃいって方に簡単に説明すると、ストーリーとしては悪魔払い師シルビアは悪魔の源を見つけては儀式を行い、呪いの原因を断つのを生業としていました。いつものように簡単なはずだったが、今回の呪いは一味違うものだったというお話。次にジャンルなんですが、前回同様の 2D ピクセルアートのレトロホラーパズルアクションですね。敵のバリエーションが大幅に増えたので、悪魔を中心に霊体との交戦が非常に多くなりました。それに加えての謎解き要素がミックスされているイメージを持つのが良いかなと。ナイフやハンドガン、ボウガン、ショットガンと武器は選択できて、インベントリ内のアイテムを使ってのギミック突破は健在です。これがいい感じにマッチしてるなと。かなりパワーアップはしてて、バイオライクっぽさに磨きがかかっていましたね。これらを含めても全体的な雰囲気はかなり好き。そしておすすめポイントになるんですけど、レトロを思う存分に感じれるホラーアクションが一番かなと。正直怖いというよりはびっくりするというシチュエーションの方が非常に多いんで、いきなり窓ガラス割れてバーンとかでその対応にあたふたする感じですね。マジで脅かしてくるやんけど。武器を構えながら攻撃するヒット構えパターンからのバックステップでの回避、アイテムを見つけてからの謎解きなどはクオリティはかなり高かったですね。特に宝石箱を開ける謎解きが初見殺し感たっぷりで、落ち着いて解いた時のキーコードトリックは考えてあるなと。スマホのメモにひたすら数字刻んでました。ストーリーを進めていくうちに小僧たちが、小僧っていうのはシルビアが館で出会う少年少女たちへの愛称です。勝手に巻き込まれているのにもかかわらず言うことを聞かなくてフリーダムに移動していく様子は少し笑いましたね。まあシルビアは切れてましたが、元凶のボスも舞台女優という男女のもつれによる原因を匂わせてくるのも先が気になる展開でした。ボリュームとしてはイージーで5時間半ぐらいでクリアできました。ちなみにイージーでノーマルぐらいの難易度と感じ取られたので注意してください。こちらトゥルーエンドもあるんで、やり込みたい方はぜひ挑戦してみてください。あとは少し気になるところを挙げると、謎解きで心折れる人には詰む。日本語訳がガバいのはセリフだけなので置いておいて、ギミックを解いてから館内に入る鍵を入手して入れなかった鍵のかかったドアに入り、また謎を解いていく繰り返しです。このパターンでの鍵を見つけるための謎解きギミックが解けないときはマジで積み加減半端ないです。マップもないんで、ある程度の柔軟性と雰囲気、そして早々の不便さを楽しめる人に一番合ってるかなと感じ取られましたね。これがバイオライクですが、全然鍵は見つからなくて探索しまくってるのも楽しかったのがカイト。最後にまとめになるんですが、レトロでのホラーアクションを存分に味わいたい方は一度はプレイしてほしいですね。ある程度の不便さも楽しみつつ、謎解きの厄介さも味わえる面白さ。良ければ皆さんもボウガンで大量に吹っ飛ばしませんか。きっとシルビアのようにブチギレて叫んでしまいますよ。ちなみにこちらの 2D になれたら刀ゼロもめちゃめちゃおすすめなので最後にぶっ込みます。このチャンネルではインディーズ作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。